ガベンチャー3社、人材メガベンチャー、そして PR 代理店2社。学歴とか大学名とか多分最初は気にしちゃうじゃん、うん、そう、めっちゃ気にした、めっちゃ気にした、しかもなんかめっちゃ調べちゃうじゃん、うん、何々大学みたいな。わかるわ。どうもこんにちは、新代理メンバーの鈴です。本日はですね、成城大学から広告メガベンチャー3社、人材メガベンチャー、そして PR 代理店2社から内定をもらっていて、かつ ES 落ちたことないんだっけ。ほぼ落ちたことがない、ほぼ落ちたことがないという最強強強就活生の2、4卒のね、さくちゃんに来ていただきました。で、今日そのさくちゃんにいろいろ就活のことだったりとかね、聞いていこうと思ってるんですけど、さくちゃんが実際に使っていた ES と、あと就活のこと、 ES だったりスケジュールだったりを全部一括で管理してたノーションのテンプレートっていうのをさくちゃんからプレゼントしてくれるので、ぜひ概要欄チェックしてみてください。じゃあまず ES 添削とかさ、面接対策とか、まあ、夏休みどれぐらい就活に時間割いたのとか教えてください、うん、多分一般的に就活ってみんな面接対策したりとか、うん、ES 見てもらったりとか、うん、多分すごいしてると思うんですけど、それを全くしてなくて、でずっと一人で突っ走ってきたっていうのがなんか私の就活かなっていうふうには思ってて就活の面接とかそういうなんかコツとかそういうふうなのをガチったわけではなかったんだ。わーなかったかもしれない。なるほどね。そう、周りもなんかみんなそのやっぱり面接のコツとか話の構造とかっていうのに力入れると思うんだけど、そこに力入れないで、どういうところに力入れたからさくちゃんは内定取れたの。やっぱり一般的によくみんなが聞かれるガクチカがエピソードとしてはすごい。なるほどね。そうだね、なんか強かった、強かったかなっていうふうには思ってた。なるほど。えでもさ、今多分これ見てくれてるのに高卒の子でもう大学3年生になっちゃったから今からガクチカ作れないよとか、ガクチカ作るの大変じゃん、だからその面接の先の技術学んだ方がいいんじゃないって思う人もいると思うんですけど、そこのこと思います？あでもなんかそれに関しては、うん、私自身もすごい大きなガクチカが作るきっかけっていうのも、そう大学3年生からできたから、なんか今からでも絶対に遅くないし、なんかガクチカってすごいことをしたとか、なんか売り上げを何倍伸ばしましたとかってみんなまあ言いたいと思うんだけど、なんかそうじゃなくて自分がどれだけそれになんか熱心に取り組めたかとか、うん、熱中できたかとか、うんうん、夢中になれたかみたいなところがすごい見られてると思うから、なんか今からだから遅いとか絶対にないかなって思ってます。私も長期インターン始めたの大学3年生の9月とかだったんで、ね、じゃあ今そこら辺も聞きつつ、じゃあまずどういう風にしてさくちゃんがガクチカを強くしていたのかっていうところと、あともう一個どういう風にして納得の相手を取ったのかっていうのをこの後具体的に聞いていきます。じゃあまず1個目のどういう風にして強いガクチカを作ったんですかっていうのを聞きたいです、うん、大学3年生になるまでの2年間かな、うん、特になかったのね、本当に話せるようなことがね、うん、大学3年生の 4,5 月かな、うん、JobTV っていう就活プラットフォームを運営している会社の新規事業の部署で長期インターンをすることになって、うん、なんかすごいそこがきっかけで大きく変わったかなっていう風に思ってます、うん、なるほどね。じゃあさくちゃんは大学の3年生から始めたその JobTV の長期インターンで学知化ができて、うんうん、それを話せたから受かったっていう感じなんだ。うん、そう。なるほどね。どういう経験がおすすめ学知化として、その今大学3年生で何にもない人が始めることとしては、で言うと、うん、なんかこの長期インターンっていう学知化はすごい社会人としっかり触れ合えるっていうのと、しっかりとしたなんか社会人と一緒に仕事ができるっていうのがすごく大きくて、なんか就活ってすごいイメージが多分みんなできないと思うんだけど、うん、長期インターンすることによって働くっていうことがすごい、そうね、そう解像度が上がるから、ね、わかるわ。なんかすごいそこは良かったかなって思います、うん、実際にさくちゃんがあのインターンしてた、うん、JobTV でもインターン募集してるし、はい、一緒に新代理でも募集してるので一緒に働きましょう。はい、企業でさインターンするのって怖くない？めっちゃ怖かった。まずは何もわからないじゃん、うん、一つミーティング取っても準備不足の自分が見れたりとか、うん、そういったところは私って社会で通用しないのかもって、怖いね、ちょっと思っちゃったりとかっていう場面は最初はあったかな。その怖い中なんで頑張れたの？できてない自分っていうのが嫌なんだ。すごく嫌だったんですできるようになりたいみたいな、次のミーティングでは絶対怒られないようにしたいとかあったし、そこのマインドも決まってるんだ決まってたかもしれないでもさ、インターン始めればいいってわけじゃないと思う。確かに確かに。そこでちゃんと結果を残さないといけないじゃん、はい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 、で実はさくちゃんすごくさくちゃんはさどういうことを意識して結果を残してたの、うん、なんかそこに関しては2つ意識してたことはあるかなと思ってて、はいはいはい、なんか一つは一緒に働く人からの信頼を得るっていうのはすごく大事かなと思ってて、これはやりますって言ったからにはしっかりそれはやりきるまでコミットしなきゃいけないし、なんか私に任せたら絶対にやりきってくれるだろうって思ってもらうことが大事だなっていうふうには思ってたから、しっかり自分
で掲げた目標とか、うん、やるって決めたことは最後までしっかりやる、やりきるっていうのはすごい意識してた。じゃあさくちゃんはミサジョブ TV でインターン始めて結果残しました。その結果どういうことが待ってた？就活ではどういう結果になったとか。しっかり長期インターンで、うん、まあ、結果を残すだったりとか、うん、本質的に自分で頑張るみたいなところをやったからこそ、うん、素でガクチカを話すことができたし、うん、だから面接が意外と緊張するとか不安な就活生って多いと思うんだけど、うん、なんかとにかく自分がやってきた実績があるから、うん、そこに関してはいつ嘘偽りないし、うん、自信があったから、うん、なんか堂々と話せた。だからこそ、そう、期待企業への内定だったりとかはできたのかなって思ってます。すごいよね。だってさ、まあ、よく就活大学名が大事とかって言うじゃん、うん、ね、でもその中でそういうステータスみたいなのを実績とかで覆してるっていうのは超かっこいいなって思って学歴とか大学名とか多分最初は気にしちゃうじゃん、うん、就活生ってめっちゃ気にしためっちゃ気にした。しかもなんか多分でめっちゃ調べちゃうじゃん、うん、大学みたいな。分かるわ。そうなんだけど実際エントリーしてみないとそれは分からないし、うん、いかに自分で自信を持って話せるような中身を作っていくとか、うん、なんかそういった状態にしてしっかりエントリーしてみるっていうのは大事かなって、はい、思いました。なるほどね。じゃあもう一個さくちゃんが行動した後に何が待ってたのか教えてください。はい、もう人との出会いってたところで多分この人と出会ったから分岐点になるんだろうなっていう人と私は出会うことができたのね。でその人ってあのインターン先の事業責任者の方なんだけど、うん、そこで何だろう学んだこととか、うん、教えてもらったこととか、うん、なんか背中を見せてもらって吸収したこととかってすごくあったかなと思ったから、うん、自分の生き方とは、うん、あ違うし考え方も違うけど、あこういうのもありだなっていう可能性が広がるなっていうのが、うん、そう思いました。だからやっぱ実際に企業でインターンしてみるってめっちゃいいね。めっちゃ大事だ。めっちゃいい。自分のロールモデルの出会いですね、うん。じゃあ続いてパート2、どのようにして就活を進めたのか。ちょっと長さを簡単に聞きたいんだけど、まず、まあ、成城大学に入学で就活は大学の3年生の5月から始めました。なるほど。じゃあそこでサマーインターンとかをもう応募し始めたのか、うん、そう。サマーは12、3社何社ぐらい通ったので、10社ぐらい通ったすごい。で、サマー終わってその後、ずっとサマーから通年採用のメガベンチャー系の企業にエントリーしてて、その企業の選考が年末に終わったんだよね。12月末ぐらい。へえ。5月にエントリーしたのもまた続いたんだ。ずっと続いてて選考がで12月末に初めて内定取ったの、うん、そう、初内定が12月末だった。なるほどね。え、さくちゃんはさ、なんでそんなサマーさ通ったの？ガクチカが多分心の底から自信を持って話せることだったっていうのはすごい大きかったかなって思ってます。え、そのES のさ、コツみたいなのあるじゃん、うん、結果先話して、なんか施策話してみたいな。その意識したの？ES とかは一応、国語の授業とかでさ、起承転結とかね、そういうのは意識してた。そういうのだけだったのよね。うん、あとなんか分かりやすい表現を使うとか。あー、なるほどね。そう、一応なんか面接官の立場に立って読み返してみるとかはやってたかな。なるほど。まあその具体例はぜひ ES 作品でチェックしてみてください。はい。じゃあもうさくちゃんは結構就活は順風満帆に進んだんだ。年末までは順風満帆に進んでたって思ってたんだけど、うん、メガベンチャー系のすごい期待企業が一社あって、うん、でそれが年明けに選考が始まって、うん、実際に面接受けて本当に行きたかったから、うん、もうどの企業よりもそこに関しては企業研究したし、うん、ES も何回も何回も読んだし、うん、そうなんだ。そうで臨んだ二次面接かな、うん、で結構ズタボロにやられたのね、はいはいはい、あ、なんでなのって思った時に 100% その企業に合わせすぎちゃってた。多分企業の志望動機とかをその企業に結構合わせすぎちゃってて。なるほどね。そう、だからなんかフィードバックでもらったのが、うん、本心で言ってるように見えないっていうのはすごい言われちゃって、うん、なんかいま一度客観的になんでその会社に行きたいのかっていうのも大事だけど、自分の軸をやっぱりぶらさないっていうのは、あ、ぶらしちゃったんだ。ちょっと企業にはしちゃった。なるほどね。なるほどね。で、なんかちょっとさくちゃんスケジュール管理がすごいって聞いたのね。はいはいはい。どうやって両立してたの？で言うと、うん、あのノーションっていうツールがあるんだけど、そこに企業の情報も入れるし、うん、自分が書いた ES も入れるし、うん、選考ステータス、うんうん、今1時前とかも入れるし、スケジュールも全部入れるし、あ
と登録しといた方がいい就活プラットフォーム系のパスワードまた埋めたいとか、なんか就活のことは全部ノーションでやるみたいな感じで一括管理しておくとすごいね、よかった。まあそのノーションのねテンプレートもさくちゃんからくれるということで、はい、ぜひノーション興味持った方ダウンロードしてみてください、はい、ということで今日はさくちゃんの就活についていろいろ聞いていきました。でやっぱりその就活成功の一番大きな要因っていうのは、まあ、これ先のテクニックとかじゃなくって、もう学知化とか将来のビジョンとかをちゃんと自信を持って話せる状態にするまで何か熱中するっていうのがやっぱ一番大事だなって思ったし、私自身も一回その就活全くうまくいかなかったけど、一回やめて何か熱中してみたらすごい選択肢広がったし、なんかそのやっぱ面接とかそういうののレベルもすごい上がったので、ぜひなんか今ね熱中したことない人は何か一個、まあ、特におすすめなのが企業のインターンとかね、挑戦してみてください。はい、けどさくちゃんの実際に通過した ES とさくちゃんが就活全部管理したノーションっていうのをプレゼントするので、ぜひ概要欄の方からチェックしてみてください。ということでさくちゃん、最後に何か就活生にメッセージがあればお願いします。はい、就活ってすごい内定がすごいゴールになりがちだと思うんですけど、そうじゃなくて人生長い目で見た時に就活だけにすごい熱中するんではなくて、もっと自分が本能的にやりたいところとかを見ても、そしてなんか実際にチャレンジしてみる、行動に移してみるっていうのはやってみてもいいのかなって思います。自分の人生と向き合えるいいきっかけだと思うので、はい、頑張っていきましょう。頑張っていきましょう。ということで今日の動画終わりです。さくちゃんありがとうございました。さくちゃんこそありがとうございました。バイバイ。ちょっと待って、知ってる？ダイアリーのサイトではその企業から内定をもらった先輩のリアルな面接動画が見放題。志望動機とか参考にできるじゃん。絶対にここでしか見られない。無料登録で今すぐ見てね。概要欄からチェック。